皆さんこんにちは。麻雀スリアロチャンネルプレゼンツ残企業リーグ2024、本日はレギュラーシーズン第2節3試合目全体19回戦の模様をお届けいたします。本日の対局はカジノブ大阪梅田健康麻雀2豆池袋リレイズ、以上3チームの対局となります。実況は私ザンリーグ関東 A1 所属のキジョンネルソン、そして解説には予想屋マスターチームにピンフちゃんとトデラさんにお越しいただきました。お願いします。ニーハオ、昨日は大車輪積もったよ。麻雀愛する歌手ジャンシンガーピンフちゃんです。はい、素晴らしい挨拶、はい、ありがとうございます。はい、ないないです。トデちゃんです。はい、トデちゃんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今期の企業リーグでは全16チームがレギュラーシーズン各チーム18試合の合計96試合を行い、上位6チームが準決勝に進出できるというレギュレーションでございます。さて、予想やマスターチーム第1節ではチームリーダーピンフちゃんが鮮やかな個人2連勝、ね、非常に大きなチームポイントを持って帰ってきました。はい、はい、現在の戦況をどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。いや、まだ3試合ですけど、とりあえずやったーって思ってこの間はね、はい、よかったです。はい、トレさんいかがですか。私は前回も来てなくって、企業リーグ自体も初めて、はい、個人戦しかしたことがないので、チームの輪を乱さないように頑張りたいと思います。はい、ザンクイーン同士ですもんね。そうなんです、はい、第1回第2回で、はい、ぜひとも、ね、いいコンビネーションでやっていただけたらと思います。はい、はい、それでは出場選手をご紹介いたします。まずはトンチャカジノブ高田正宏、ナンチャ大阪梅田健康麻雀2豆マキちゃん、シャーチャ池袋リレイズヒカル、以上3選手による対局となりますけれども、まずはピンシャン、この対局の見どころを教えてください。いやもうね、高田さんはサムライリーグ優勝してますし、はい、マキちゃんは企業リーグ優勝してますし、はい、でヒカルちゃんこの間ねすごい高得点で、うん、そうなんですね、はい、戦った方なんで、いやもう誰が勝つかね、わからないです。わからないですね。トデ、はい、さんはいかがですか。私ヒカルさんとはあのザンクイブカップで一緒に打ったことがあって、はい、結構その硬いバージョンを打つイメージがあるんで、なるほどなるほど、はい、今日どのように打つのか、はいはい、ありがとうございます、はいはい、それでは対局の方へ移りたいと思います。選手入場です。トンチャカジノブ高田正宏、ザンリーグを支えてきた表の立役者アピールを、俺が取るぞと、俺が持って帰るぞ、はいね、俺が集めて俺が取るぞと、はい、そういうことでございますかね。カジノブね、今年こそあと2着はいいからトップお願いしますね。はい、はい、重要なめくり合いを制することができるのか、うん、なんちゃ大阪健康麻雀2豆マキちゃん、去年の優勝の立役者、スピーディーな打敗、形の強さ、これらは全てマスター直伝です、うん、昨年よりもチーム数が増え予選突破の難易度は上昇している。今年も大活躍となるのか。そうですね、去年大活躍、うん、企業リーグしておりますよね。はい、シャーチャ池袋リレイズヒカル、うん、ある日はダンサー、ある日はカメラマン、そしてリレイズではディーラー、七色の顔を持つ何でも屋です。エッチな格好でスタイルいいからね、足もはいきっとね出して、初戦のメガトップが記憶に新しいんですけれどもね、はい、今回も華麗な打ち回しで準決勝進出を固められるか。この女子が多い卓で高田さんはどういう打ち回しをしていくのか、うん、ね、やった。カジノ、酒、パチンコスロット、麻雀、競馬、競艇、BJ ポーカー、バカラバカラ、海外カジノを中心としたギャンブル系コンテンツを無料配信中。全国のギャンブラーよ、カジノへ急げ。まずは概要欄へ急げ。はい、対局が始まりました。レギュラーシーズン第2節3試合目19回戦の模様をお届けいたします。トンチャにはカジノブ高田正宏、初が統一、うんうん、ドラは一切持っていませんですね。はい、うんうん、パラパラとした手配、うん、9万から切り出していく。なんちゃが2豆のマキちゃん、ウソが3枚ありますね。あ、ないですね、はい、めっちゃ高いですね。池袋リレイズヒカル、トンガアンコ、うん、
花鬼で、はい、3ピンとウーピンと花でドラが3枚、さあ誰のハイパイが一番良さそうですか。まあちょっとね、マキちゃんのがやっぱキラキラとはしてますね、うん、はい、イソが3枚あるとやっぱ、ね、キラキラしてるといいですよね。いいですね、はい、お、重なった、イソ、はい、イソが重なる、ジャントーの方がね、候補ができると、この後ね、トンが今、役配ですもんね、うんうん、はい、動いていくような展開もあるのか、うん、この手配です。自配整理を進めていく各社、そして初が出る、初をポンして、さあこれね、親なんですけれどもね、打点がほとんどない、ドラがなくて困ってるって感じですけど、打点の種となる花牌は残り2枚山にいます。さあ持ってきたぞ、来た、これ数ピンもね、3ピンとかウーピンでメンツを作ればね、うん、それだけでもドラさんになりますから、うん、はい、さあマキちゃん難しい手配をしている、すでにイーシャンテンなんですよね。あ、そうですね、はい、このイーシャンテンを、はい、あのカンサンゾの方に変えていきました、うんうんうん、はい、これヒカルさんの手配トンがアンコで、イーソーとかサンゾーとか統一なんですけど、うん、お二方はこういった手配次移りますけれども、はい、これポンしていきますか。いやー、うーん、私はでもしちゃうかも。しちゃう、私はしたくない。はい、チームの間でもだいぶそうですね、いいですね、はいはい、なるほど、うん、もう高田さんが初本店入ったポンが入ってるから行きたくなっちゃいそう、うん、なるほどなるほど、逆にポンが入ってなかったら別にもうちょっとゆっくりやってもいいかなかもしれませんね。なるほどね、はいはいはい、さあマキちゃんもね、イーシャンテンなんですが、そうですね、3層があと1枚しかない、ね、3層が、はい、そうですね、うん、ここに2枚あって、はい、高田が1枚使っている、うん、さあどうなる。お、さあテンパイしました、カンサンゾー先行のリーチといきました、はい、赤4枚花1枚高田さんが笑ってます、ね、リーチドラゴです。さあヒカルさんはうい、とりあえずテンパイしましたね。これもテンパイですね、カンリャンゾ、ここは黙っていましたね、はい、役があります。さあ厳しいところ、うん、何から切っていきますかね。チーピンの方を、サムライはチーピンからいきました。さあカーサンゾはどうか、うん、これ白ポッチはね自分で切っちゃってますんで白ポッチはありません、ね、そしてカンリャンゾも1枚だけいますよね、うんうんうん、はい、1対1ですかね、うん、あ、リャンゾーだ、このリャンゾーはディレイズヒカルの上がりとなる、トーン、イーペーコ、ドラドラ8000点の上がり、8000点、はい、マンガンの上がりとなりました、はい、先制パンチを決めたのは池袋ディレイズヒカル、はい、マキちゃんの先制リーチを蹴ってみせました。そうですね、はい、トーンの2曲になります。ドラはトーン、2枚目のマキちゃんの親番です。いや、今のはね、素晴らしい、抜けましたね、素晴らしい、抜けました、はい、花を2枚抜いて、はい、ウーソーは確定で使える形、うんうん、ドラが合計4枚、うんうん、ヒカルもウーピンが2枚確定で使える、ドラのトンが1枚浮いてる、うん、そして高田はトンとハツが統一、おー、さっきと違って、うん、自然と自然な手組みでね、ドラが使い切れる、うん、そんな手配になっている、ね、しかしヒカルは形がいい。さあこのトーンを鳴いていくとして、初もね、マキちゃんが持ってますけれども、あれを白からにした、マキちゃんの初とここのトーン、はい、泣ける準備はできているか。さあイーソーが重なったことによって、これでもう完全にね、トンと初が両方、さあ出ます、出ました。しかしマキちゃんも相当形のいいイーシャンテンになってますからね。さあ初をゆっくりポンして、どこを切るか、まあリャンピンを切りますかね、はい、ゆっくりとした動作で、ゆっくり、はい、落ち着いてますね。マキさんはイーシャンテン、はい、このトーン、ね、さあこのトーンもね、自然と余りそうですけれども、このトーンが余るまでにどこまで手組めるか。そうですね、当たり牌になる前に切るのか。お、さあまたさっきと同じようにこれリーチドラゴですよ、親番で。よし、ただね、ちょっと町が小さそうという、うん、そうなんですけどもね、なんとこのチーソーいっぱいいますよ。4枚、さあヒカルさんはとりあえず筋のキュ、はい、うん、これ高田のチーソーも重ねた、難しいです、非常に、これはイーソーパーピン、うーん、まあ、トーンを切ることはあんまり想像イメージできないですけどね、すごい笑ってます、はい、どうすんねんとこれと、許してくれイーソーと、はい、はい、通ります。さあチーソーが残り2枚、そして今回は先ほどと違ってですね、うん、白ポッチございます、はい、はい、さあなんとテンパイですね、これピンズの部分で3面ツありますので、うん、テンパイ、はい、一寸相待ち
ドラのトーンを強く叩き追いかけリーチ打った。さあこれ泣いてきますかね、はい、高田さん二件リーチになったんで、いやスルーしましたね、もう諦めですね、はい、もう君たち、うわあ、ここに来ちゃったか、ね、これは泣いてると泣いてないとね、泣いてたら積もられてましたね、でも言いそうが多分その場合出るんですよね、あ、はい、泣く場合は確かにこの言いそうですね、そうですね、はい、確かにこの言いそうが出ていくような感じですけれどもでもちゃんとこの言いそうを感じ取って止めていくあたりはやっぱさすがですね、さあトントンと切って諦めムード、はい、さあペンチーソー対イッスソー、イスソーが強いか、積もった、積もった、はい、メンピン積もる、赤ご飯裏が1個乗ると乗らず、乗らず、マンガン、はい、マンガンです、うん、子供のマンガン8000点を3000、5000で振り分けます。さあ2連続の上がりとなった、はい、トーン3曲、気持ちいい状態で大山を迎えた、うん、大山ヒカルのハイパイはどうだ、どうだ、どやどや、あんまり良くないね、うんうん、さあまず鼻を抜いて、うんうん、いいつもりリセットをかけたい、どうだ、パーピンいいとこ持ってきたぞ、イーマンから切り出していく、ハッシュ、はい、高田正宏チュンが統一、はい、はい、あーしかもまたいいとこ持ってきましたね、さあ何から切り出していくか、イーソーからいきましたね、なるほど、はい、普通は水度、普通は水、はい、スーピンの方の顔面変化を重視した、うん、非常にいい手ですね、はい、このチューンは仕掛けていきそうですが、まだ誰もチューン、あ、というかヒカルさんが持ってますよね、チューン、ほらチューン、あ、おっと隣だはい、うーん、これは早いな、高田さんかな、高田さんが、まあね、チューンがね、もうチューン持ってる人がいることによってね、こうよりスピード感が増してる、さあチューンが出た、ほら泣いていくでしょう、うん、チューンをポンしていいシャンテン、マキシャはちょっと苦しいか、うん、シャアが役配なんですけどね、うん、シャアをスルーしてるんですよね、うんうんうん、はい、ドラのイーピン、そうなんですよ、ね、はい、花牌は残り2枚山にいるような格好です、あ、シャアが来た、しかしこれイーソーを切っていきましたね、はい、さあ本来であればこれ 9,、ね、あの9万のねポンが期待できるんで、うんうん、このような受けにするんですが、しかし9万はここに2枚、そうですね、嘘きてきます、はい、そうなると、うん、どうなるか、ペー6球ピンから先に入った時の待ち取りがね気になりますけど、うん、あ、ヒカルさんがねペー仕掛けていきましたね、うん、親番なので何としてもと、急走2枚切れてるんで、はい、はい、さあ来たぞ、でもこれね自然に9万がありますね、うん、シャア役配なのでどっちかがね、うん、さあ9万が泣けた、はい、これはうまく選択がはまった、そして6球ピン、はい、これはもう6球ピンが相当強い、だいぶ上がってますね、もう、はい、マキちゃんが2枚持ってる、ヒカルさん2枚持ってる、表示牌に1枚あるんで残り3枚、しかしこれはまあもうねえなかなか止められないんじゃないですかね、マキちゃんどうだ、あ、しかし E ピンから行って穏やかにしましたね、うん、穏やかです、どっちかというとなんか6球ピンよりもね、こう三蔵とかの牌が切りづらいと感じているかもしれません、そうですね、はい、花牌は残り2枚、さあこの6球ピンどうですか、これは切れないですね、まあ、しそう、急から、あ、もうしっかりとディフェンス、うん、ディフェンス、ディフェンス、さすがですよ、ディフェンス力が、去年優勝者ですからね、この6球ピンを止められてしまうんじゃかなわないですねさあこの静かにね、静かに静かに切っていきますから、そうするとこれヒカルさんが大チャンス、はい、になってきますね、はい、もう6球ピンが余ってしまう可能性もあるんですが、逆にこの6球ピンを止めたことによってマンガンになる、うん、はあ、パピー出てきました、はい、はい、これでも切らない、うん、ヒカルさんもね6球ピンが余ってしまうようなそういう展開もあるんでしょうか、まあ、現状はなさそうですね、チーピンがもうないので、はい、ゆったりと切っていきます、しかし6球ピンを読まなんか ね, ねちょっとね天敗になるようなイシャンテン、そうなんですね、スーソーがさあどうなる、高田引けるか、スーソー3枚、さあどっちを切るか、現状ドラが3枚ありますね、はい、悩んでますね、チーソーを切るとウーソーを持ってきた時に使えるが、うん、
ただまあファン数が変わらないんですよね、うん、ファン数っていうかあの打点が変わらない、うん、あおすごいですね、6球目に絶対切らない、さすがすぎるそうですね、ねえもうピンズの上そんなもう危なすぎて切ってやんないよと、やんないよ、いや素晴らしい麻雀、そしてこのピンズを吸収しての押し返しがあるか、さあそしてヒカルさんなかなか転敗しない、うん、頭がね、ですぐにも転敗してもおかしくないような手配をしているんですけれどもね、ローソー、そうか、ローソー通ってはいますね、うん、はい、うん、あのあそうです、ね、はい、ローソーはヒカルさん、うん、ヒカルさんじゃない正弘本人が通している、うんうん、はい、いやこの6球ピンが引けない、ねえちょっと言ってもね全然いる、ヤンピンは転敗しない、さあどうだヒカルさん、ウーピン持ってきた転敗です、三蔵短期か数層短期、おお直感で数層短期、はい、数層は今1枚もいない、そうですね、はい、もう三蔵もいなかったんで、なかった、はい、さあ転敗しました、はあスチーピン、まあ、スーピンがないですね、うん、3枚切れて自分で1枚使い、はいはい、リーチはしてずった転敗系を取ることができました。さあ、これも選択ですが、チーソー。はい。さあ、でもまだね、6球ピンがね、まだいますからね。はい。春を抜いて、持ってくるのは、ウーピン。スーピンが通ってる。お。スーピンを自然に切っていく。うん、さあ、こうするとですよ。はい。これ、6球ピンがあるって言ったんですが、はい、6球ピンの内訳までごめんなさいちゃんと見てなかったんですけど、うんうん、ローピンが1枚いますよね、いますね、これローピンの積もりありますよ、そしてこれ、うん、どうする高田正宏、パーピンは2人にねウッパーピン無筋なんですよね、転敗、うん、されてたらだいぶ危ない、うん、とねとは言ってもチーピンの方もね、うん、愚形に当たりうる、実際ねピンズの上でマキちゃんは転敗してるわけですしね、さっきまでチーピンは当たりでした、まあ、チーピンかパーピンね、間違いないんで、どっちか切りたいですね。どっちを切る、あ、切らない選択、うん、転敗気配を感じ取っている。侍が。侍の侍。ああ、キューピンが今ここで。しかもこれ、数層を切る選択があります。あ、でもまあ、数層か。わあ、どっちも切れてる。数層を切った。さあ、しかしまだローピンがいる。ローピンを引き戻した。上がり逃した格好になったが。これ、ローピンでした。なんだよ。ああ、ウーソーも切らないんだ。数層を切って。あとは流局までのカウントダウン。そしてこのウーソーはどうだ、ちょっと気持ち悪い。そうですね。ちょっと。うん。やめた。さあ、そうなると。はもうないので。なんと、親番ヒカルの一人転敗。この終局結果を予想することができたであろうか。そう。なんと。はい。転敗して降りて、転敗して降りて。そうですね、悔しそうな感じ、はい、なんとヒカルさんが6球ピン待ち、うん、一番転敗の遅かったヒカルさんがね、うん、なんと連チャンに成功ですいやさあ2回上がって1回転敗料をもらいました、7万点を持っている池袋リレーズヒカル、ヒカルさんにしか収入がない、はい、いやしかし6球ピンが上がれないのもだいぶかわいそうでしたけど、そうですね、マキちゃんが見事な打ち回し、いやー非常に勉強になりますさあトン3曲1本歯花灰を2枚ずつ抜いている正弘とマキちゃん、うん、親番の光には花がありません、花がありませんって言ったらなんかおかしいはい、さあ、ハツを1枚切れたのに合わせていく。役配を重ねていきたいか。はい、うん、みんな今回はね、比較的良さそうな感じですけれども、はい、うん、一番苦しいのは何ならこの、ね、高田正宏、ね。はい。さあ、いいとこ持ってきたぞ。いいシャンデン、一番乗りは光る。はい。いやとてちゃんもちょっとねこれ見ながら緊張、うん、はい、どんどんなんか心臓がドキドキしてねえ初めてですもんね、今日この後なんで、ね、リラックスなさってくださいはい、はい、さあいいシャンテンになったぞ、おお転敗です、スーピン入った、一番乗り転敗、パーソー9層のシャンポン待ち、はい、先制リーチが入りました。高田正宏は持っていない。マキちゃんは1枚持ってるんですが、これ嘘が入ると
危ないかもしれない、うん、白ポッチは川に切れているので残り3枚山です。急走の方が2枚います。さあ牧さんも現物になったイーソーを切っていく、うん、ゆっくりと切っていきます。さあ積もった。ー早い。リーズもドラドラ、裏ドラ2枚寄せる、よいよ3ピンの部分にこう2枚、うん、9戦は1万オール、親の羽マンの1本馬、そして裏ドラ2枚が大きいですね。今シーズンの強さそうです ね、 ねえ、カルさんもね、私の中ではマキさんと同じタイプで、やっぱこっそりと上がっていくというか、こっそりと上がっていくこっそりと上がっていく、まあ、先ほど重厚という話がね、ありましたけれども、そしてまたこれハイパイがいいですよ、ね、これちょっとドラがいいマン9万点2回上がって、天敗料もらって、そして3回目の上がり、相撲上がりでの裏裏、いや、ここどっちかね、やっぱ止めたいと思ってるでしょうね、やっぱマキちゃん、はい、そして花が3枚になったぞ、マキちゃん、花4チャンス、ね、花が3枚一人で抜いてると緊張感が走れますからね、絶対に上がりたいと思う、うん、さあ、ハツが出た、どうする、光るポンだ、花はないですけれども、赤が3枚ある、うん、うん、まあ、使い切れるかどうかわからないですが、使い切れたら1万2000点。今日私ピンフちゃんとトデちゃんで練習してきたんですけど、 そんですよ、その時に私花4出しちゃったんですよね。なるほど、はい、花4はね、まあ、上がりたいですよね、実践の練習になってるんじゃないですかね本番でお見せいただきたい、練習でね、そういっぱい役満出したんだけど、はい、これヒカルさんがね、あの変則三面ちゃんの一寸ソウーピンに取れる選択があったんですけれども、はいはい、次ですね、はい、これを両面のサブローピンにしました、この選択、はい、いかがですか。いや、もういいと思いますよ、はい、うん、残りの花牌1枚をキャッチできるか、マキちゃんピンズが押し寄せてくる。しかしこのヒカルさんチーピンウーピンと切ってますけれどもね、うん、周りの目線から見たら結構派手に見えてると思うんで、うん、ね、どうでしょうかね。サブローピンまだまだ枚数あります、うん、すぐに引ける可能性もある、留意層見ない、うん、はい、さあ、もうちょっとパーソーも行きづらいような感じですかね。はい。だからドラのイーマン切ってて花牌持ってないんでね、何点なんだっていう話もありそうですが。ここは、イーピン強くいった。はい。してきます。三蔵を持ってきて考える。うん。つもぎりです。お、チーソー。さあ、チーソーが入ったことによって、一応便宜上イーシャンデンですね。うんうん、はい。さあ、このサブローピン、まだまだなかなか、まだ花灰のね、行方もそうですね、あと1枚誰が抜くかでかなり大きく変わります、うん、そうですね、マキちゃんのところに行くのか、ヒカルさんのところに行くのか、マキちゃん難しいですね、いいピンを自分で通してしまったので、あー、もう厳しいか、なるほど、まだ脳天でお願いって感じだったと思うんですけど、ちょっと余り方を見てさすがに無理かっていうような感じでしょうか。さあ、E ピンがね、うん、E ピン通してくださったんで、マキちゃんが。2ピンも筋で、うんうん、3ピン払いやすい。うん、だから、急走を自分で切ってる。難しいところですね。悩んでますね。いや、これ本当に難しいね。そうね、おー、E走頑張った。はい。はい。E走通ってなかったんですけどね。ねえ、うん。頑張ってきました。これでマキちゃんも E走が打てるようになる。ね、はい。まあ、壁ということ。なんですかね、さあ、花牌を持ってきたのは、これでも安心、安心安全、安心安全になりますね、はい、もう打点的にも文句なし、親の満願の天敗で昇格、さあ、そしてマキちゃんもこっそりイーシャンテンになりました、ね、反撃がありますよ、サポピン、カジノブ高田正宏も受けの広いイーシャンテン、うん、そしてマキちゃんどうだ、おー、テンパった、テンパった、非常にいい街です、これは、はい、ウーソーを切るとリャンパーピンチャソ、はい、リャンパーピーチーソー、うん、パーピンが1枚切れている、リーチに行った、はい、ウーソー通りました、さあ、花さんのリーチを受けてどう立ち向かっていくか、他の2人、ドラの E1 を持ってきました、うん、はい、1枚切れているだけ、考えています。い
やここのヒカルさんところで上がると大きく変わりますよね。やっぱり。いい今切りましたね。うん、はい。イーマン町の連続。ああ、でも積もった !2 品ね。積もってまいりましたね。はい、はい、面談作図も1品。ご飯のドライオン、はい、9飯。倍満。裏裏だと3倍満来た思わず笑顔もこぼれています。粘りに粘り。なんとこの指の1本がね、多く折れているので。はい、11番ね。親指最後折れて、これが嬉しい。これが嬉しい、11番。3倍満の上がり。さすがですね。はい、2万4千点を8千、1万6千で分けます、うん。そこに2本馬が乗っかるんで、1万、1万8千。一発裏裏でチップが3枚。侍の高田さんが今翻弄されていますね。非常に大きな上がり。オイランたちに翻弄されております、侍が。健康麻雀2豆は、宇宙一、麻雀が強いマスターが作った。世界初の三平寺健康麻雀店です。健康麻雀2豆では豆を使って遊びます。豆は換金できません。残った豆は茶豆できます。次回ご来店の際は茶豆を引き出して遊べます。麻雀したい初心者さんは健康麻雀2豆に来てね。この1回の上がりでこれはもうさあ、カジノブ高田正宏難一局の最後の親番2万6000点持ちで迎えた、はい、なんとしても上がりを持って次のバトンにつなぎたい、うん、ハイパイはいい3面ツパーツとジャントができれば OK、うん、さあその光をその光がね白をポンしていきました、はい、させてやんなよとねやらしてあんない、やらしてあげないからねと。さあ、いいですね。どういうことですか。親番やらしてあげないよと。親番、ね、うん。はい。さあ、まだ、まきちゃんには積も番が来ていません。来ました。うん、なんと、花灰を2枚持って。やっと抜けました。はい。しかしね、これ結構高いですね、自分が切る前に、白と初のポンが入ってますけどね。これどうしますかね。どうしますって。はい。これ花1枚抜いて。はい、うん、しかしね、ドラゴン。梶野高田正宏、いいシャンテンですからね。これ、マキさん、ここ上がると、かなり、うん。マキさんはね、ここで上がると。チャンスですよね。もうラスになることはないですね。ドラのパーソーがあんこです。これちょっとヒカルさんバラバラなんで、まだ、はい。これかなりのチャンスになってきますね。しかし、いっぱい手出しをね、重ねるんで、うん、チューンを持ってきた時に他の二人が ね、まあ、ね、どうするか。チューンはね、全部山にいますからね。確かにね。なんか一枚が来そうですもんね。ね、誰のところにチューンが行くかで。非常に大きく変わります。しかし高田正宏はイーシャンテン、はい、横にくっついても広いイーシャンテンになる、うんうん、はい、受け入れ自体はねそんなに多くないんですけど、さあこれでトイトイのイーシャンテンになってるぞ、ね、はい、どうなる。リャンピンが頭になるスッチビン待ち。なんと高田さんが言った、わかりやすくなりました。スッチビン待ちです、さあこのスッチビン待ちもね非常に感触がいいと思うんですけれども、さあどうだね、え、ヒカルさんに裏裏、そしてマキちゃんにも一発裏裏をかまされている。はい、スチピン5枚、5枚。スチピン、はい。5枚いる。5枚。もう名子たちに押されてましたので、ここは親が、はい。どうしますかね、手配の中はリャンウソとサブローピンと。いやー、これはきついね。ウソ切りにくいですね。そうなんですよね、サンマは。どれをいく、結構ね。手配に入れて考える。リーチ入りますからね。ローピン押した、うん、きついんですよね。ナイスファイト。これはマキさん、ああ、これ数ピンが余ってしまいますね。ね、しかも高めか。数ピンは一通の当たり牌。そしてローピンの勝負がさすがに無理か。そうですよね。うん、これは手痛い方針となってしまいました。バチコンと。リーチまっすぐドライチ。親のマンガン。マンガン。はい。もうこれ数ピンで高めでマンガンですか。そうですね。はい。まあ、ちょっと救われたとも言えますね。うん、はい、はい。なんとか、うん、こんなに連チャンすることは難しかったのかというぐらいの、ね、初の。マキちゃんに宝珠を担当させるというのはね、相当難しいことだというのがね。そうですよね。いや、でもあれはさすがにマキさんもやっぱもう、いきますよ ね。あれぐらいの手じゃないとやっぱ、ね、宝珠にならないわけですから。さあ、連チャン。はい、何曲一本場。マキちゃん、トイツが4つ、はい、
光がペイが統一。さあ正弘の手配がいいんでもう一連チャンと行きたい、うん、今の上がりをもってしてもまだ現状は3着目。さあ E ピンをあんこにして、うん、ペイはまだ顔を見せない。ペイが出てくると一気に速度的にも他の2人をまくると、うん、いうことになるでしょう。自力でハンコですか、そうですか、パーピンですね。さあパーピンを切ると盤石なイーシャンテン、うん、さあこれを受けて高田正弘厳しい両ピンを切って受け入れは最大にする。マキちゃんのシャワーお高ぜ、あースーピンの方をもうバスッとね、うん、切っていきました。さあ三面ちゃんができた、ここもいいぞ、うん、戦える戦える、ね、このねここに数層3枚あるんですからね、そうですね、この数層持ってきたわけですから、はい、逆に言うと光の数層はもうない、ない、うん、一歩間違えると順からね、なんと速度まくり、高田さん大野蛮でこの厳しい数層と地層を難なく入れてみせました。はい、さあこれを受けてどうする光、うん、降りるのは簡単だ、降りるのは簡単だがE ピンの方にした、うん、ペイではなく E ピン、うん、こうなるとカジノブ高田正弘のウッパーピンが強い。マキちゃんに3枚、うん、そしてヒカルが1枚、あと4枚と白ポッチ、うん、もう一上がりなるか。しかしここでチートイツのイシャンテンも見てるか、チートイツイシャンテンだよね、イシャンテンですね、はい、はい、吐く。さあ一気に優勢となった高田正弘、うわあ、イーピン切っちゃってるんですよね。イーピン切っちゃってますね。うん、イーピンイーピンとして頑張っていく。うん、まあ、でもこれでウーピンがね余っちゃってるわけですから。まあ、うん、はい。ダメなのでね。さあマキちゃんはどうする？はい。マキちゃんも苦しい。数杯で通ってる杯はないシャアの暗黒都市。うん、おーっとこれすごいことになってますね。これ本当だったらもうウーピン当たってますからね。あ、そっかそっか、はい、ウーピン当たってますから。さあこのウーピンを引き入れてのカウンター、そういった展開もあるんでしょうか。さあ何を持ってくる、リャンピン。いやこれ数アンコウで張り直すようなことがあったらすごいです。さすがのヒカルさんもウーピンは勝負といくんじゃないでしょうか。マキちゃんはひっそりと入れ替えていきます。これ、あ、ウーソーがないんですね。あ、しかも三蔵通った。ウーピンがね、あと1枚。この三蔵が通ったことによって、うん、次のヒカルさんの手配、これ三蔵打てるようになりましたから。ポッチ！ポッチ回収。ポッチ回収。うん、はい。顔芸が。いいじゃん、積もってもみたいなね。もう、せっかくリーチ打ってるんでね、チップの獲得につなげたい。うん、さあ、どうだ？まだ張らない。ウーピン釣りが積もった。ましたね、ウーピンの方はリーズもドラヨンになります。はい、さあ、裏ドラ乗せられますか？うわ裏 1! でかい !3 半差。リーズもドラゴです。親のハネマンの積も上がり、うん。そして、チップも1枚オール獲得です。9000は1枚オール。これはもう、分からなくなりましたね。さあ、こうなると、今2着、うん、2着まで行きましたね。5万8000点になりました。はい、トップ目が6万2000点。はい、もう全然合ってないような、うん、そうですね、点差ですね。やはり来ましたね、原さんも。難一局、日本馬、うん、親を連チャンしてやります、ドラはチーソー。はい、しかし、ハイパイは褒められた手配ではない。マキちゃんも自配整理していってどうか。あ、ヒカルさんも自配整理なんで、これ9万からみんな切り出していって、うん、はい、うん。少し時間がかかりそうですね。しかしみんな60名ぐらいまでは自配をパラパラと並べるような展開になると思うので、はい、ピッシャーも赤い、うん、この曲結構時間かかりそうなんで、はい、今曲の宣伝するチャンスです。はい、あのピーフちゃんの今リーチという曲が今ありますので、はい、ぜひ皆さん聴いてね。デビュー曲ね、はい、よろろんよろろん。 YouTube ジャワラもよろろん。はい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。はい、ね、さあ手が進んできて4巡目、しかしまだ全然時間がかかります。うん、よし、いやーこれでもね、トデちゃんもね普段ダーツでね、はい、活躍されてるますけど、ダーツで活躍されてる、はい、私はそのダーツってまあ多分みんな知ってると思うんですけど、はい、ダーツにプロがあって、はい、でダーツのプロの大会を
盛り上げるために会場に行ってる人です。あ、なんかそのバニーガールみたいな感じ、うんうん、あ、そうそう、バニーガールの格好はしないけど、はい、そのなんか制服があって、それを着て会場の壇上に立って喋ったり、そう、へえ、いう感じの人です。なるほどなるほど。それはやっぱあの、どこに行ったら会えるんですか？どこ、今は神戸に住んでるんですけど、関西の方はぜひね。そうです、また、なるほど、ぜひ。なるほどなるほど、ありがとうございます。では進みましたか？あ、進んでそう、進んでそう。これ何本が入りました ね、 したね、はい、2枚目の何をポンしていきました。さあ、高田正宏の欲しい箔はまだ顔を見せない、うん、そしてみんな自配整理が終わってある程度まとまってきましたね、うん、はい。さあ、チーピンを切るか、うん、チーピンですね、はい。これでそこそこいいイーシャンテン、またすごいところを持ってくる。さっきのこう中膨れを引いていくスタイル、今回はね、ちょっとジャン投稿法があるんで、はい、ね、ちょっと迷惑なんですけどね。ただこれも何を切るかはね、非常に難しい。うん、どれかはロスしないといけないんで、両層を選択した。たはい、まあ、なるほど、そうですね。運送と三層あんこで見て、想像の上で両冠ということですね。さあ、マキちゃんもイーシャンテンになった。ヒカルさんはね、ナンドライオンですよ、今のところ。頭が欲しい。あ、はい、ナンドライオン。花灰があと3枚山にいますからね。はい。さあ、誰が持ってくるか。で、今これね、リャンゾーが2枚切れて、マキちゃんが2枚持ってるんで、うん、ヒカルさん、これ、関連像ないです。ない。困った。だから、どっか、そうですね。はい。言いそうとかはさ、これ、関連品の部分もね、マサヒロ2枚持ってて。はい。確かに。結構厳しい。うん。まあ、テンパイまではね、すぐすると思うんですが。うん、お、マキさんはパーティー。8、9等としていくと。リャンゾーが2枚切れてるんですが、うん、シャンポンの方を残す選択をしました。うんうん、はい、この手配ですね。マキさんが、おぉ。パーピンが2人の共通の現物なので、取っておいて、はい、取っておいてますね。さあ、どうする？これは。難しい手配がずっと続く。これもまた何かしらのロスはあります。ね、どのロスを受け入れるか。ね、うん、パーソーを切っていった。はい、おじいさん。おー、自力であんこにした。これは、これは強すぎるサブローピン待ち。すごい。さあ、ヒカルさんの手配に3ピンが2枚。そして、マサヒロの手配にローピンが1枚。自分で使ってないサブローピンなので、小山。小山。この順目ですよ。これ一発で積もった。一発で。二足積もドラゴです。さあ、浦さんになると、三倍マンになる。二足積もドラゴ。まさか、まさかそんなことがね。はい。ワイマンの日本馬の上がり。はい。1万6000点を6000、1万で振り分けます。そこに日本馬なんで、8000、1万2000。そして一発の1万オール。これはかなり接戦ですね、本当に。うわぁ。これでおらず。ペンチーピン外し、まだ何曲？あ、何曲？失礼しました。ペンチーピン外しが非常に功を奏しました。そして気持ちよく小山を迎える。大接戦。はい。面白い。これ本当に大接戦ですからね。もう今から頓風戦が始まったのと同じようなことですから。本当です。はい。なんちゃの光は3個統一がある。高田正宏、親は落ちたんですが、うん、まだね、2回上がればトップですから。お、はい、いいですね、スーピン。2回上がっていきたい。さあ、マキちゃんもね、これそうですね、ペイが役配、うん、親なのでシャアは1枚目はスルーしていきました、うんうん、はい、これ、まあ、もうすぐこの高田からペイが出ます。そうするとマキちゃん仕掛けていきま す、 はい、はい、ローソーを切って、はい、この後ね、本一なんかに渡るかどうかを見てみたいですね。1ピンが出た時、はい、ヒカルさん1ピン浮いてます、うん、さあ、選択の時、マキちゃんがね、ちょっとソーズから出だし、ね、イーソーローソーと切ってるのを見て、うん、ソーズの方を残していったんでしょうか。さあ、イーピンがいつ出てもおかしくない。まだ切らない。もうね、その、高田は一色手というよりも、うん、自分の上がりをしっかりと見ている、ソーズでメンツを作ろうという意識が伝わってきます。さあ、イーピンが出た。このイーピン、おっと、イーピン泣きませんでした。なるほど。なるほど。この EP を泣かないということは、ということはもう安排として取っとくっていう感じなんですかね。なるほどなるほど、ちょっと控えめな選択に、ね、したんですね、してみましたね、はい。さあ、これでリャンゾー、うん、
まあ、形はどんどん良くなっていくんで、さあどうするんだ。こうなった時に何を切るか。うん、おやっぱりラウンソーにこだわってたんですね。なるほどなるほど。なるほどなるほど。次の E ピンはさすがにポンでできますか。うん、まあそうですよね。E ピンとシャ、一枚ずつ切れている。さあ形を決めた、うん、安全度を優先して残したか。こうなるともキューピンがね、共通安全牌。しかもこれ強烈な落とし方ですよ、これ。ね、ドラのカンパーピン払っていってる。うん、それを二人に見せつけていく。見せつけていく。ね、警戒しろよと。はい、ね、言わんばかりの。はい、これもね、イーソーより先にピンズに手をかけたいっていうような思いもあったかもしれない。うんうん、いや、ピューちゃんならもうイーピンポーンって言っちゃってますもん。言っちゃってる。うん、なるほど、なるほど。さっきの段階でってことですよね。はい。さあどうだ、高田正宏、いいシャンテン。パーソーは数層自分で切っちゃってますね。うん、はい。もうピンズ勝負の形になるから、マキちゃんそれまで転売してないでくれっていう話なんだけど。ここでいいピンシャー、マジ。これね。これ100出ます。あ、もう出ました。はい、すぐ出ました。シャーが出ました。はい、すぐ出ました。いや、これは100出る、うん。すぐ。このパーソー。なるほどね。すごいところにパーソーを置きましたね。なるほど。はい、きちんと上がれるところでスライドに見せかけようとしたのか。うん、だいぶレベルの高い、そうですね、上がりですよ、上がりですね。ヤンドが2目になっちゃったんですけど、ね、はい、さあ、はい、2局1本は平たい状況からさらに今ジャブがね一発ジャブ出てきたような感じなので、全く展望状況はね、マキちゃんになりましたもんね。瞬間的にはまくった格好になります、はい、しかし、ね、ここが勝負、もう高田正宏も大チャンスですよ、これまたね、うん、はい、ほとんど展望状況変わらずもう一回ハイパイが見える、はい、光はこの白を仕掛けていくかどうか。高田も役牌の難が統一です、うん、さあ、マキちゃんからいつ難が出てもおかしくない。さあ出た、泣いていきましたね、はい、はい、さあイーシャンテンの取り方、ローピンかローソーか。ローピン、はい、ペンサンピンも良しとしました、うん。さあマキちゃんは親ですが結構苦しい。これ速度的にね、うん、難をポンしたらイーシャンテンの高田をまくれるかどうか。数層切っていく。さあ難の2局でね、もうだいぶみんな自分が上がりたくて仕方ないような焦りもあると思うんですが、ヒカルさんはもうイーシャンテンで、はい、白がポンに、うん、ポンして転売できる形になった、ね、ここまで。いやマキちゃん苦しいね、えちょっと遅い感じ、ね、さあイーマンが泣けてペン3ピンの転敗、はい、これ本筋になっております。モロポンの先手ですね、これは、はい、はい、で2回上がればいいとは言ったんですけど、ね、お誘われましたね、はい、いいところが。さあ9番切っていく。ペン3層が入るとだいぶ上がりの目ができます、うん、しかもこれペン3ピンなんと誰も使ってない、うん、急を切っていきました。はい、本点が取れる形です。すぐにでも積も上がる可能性があります、うん、はい、マキちゃんも出会いの形がどんどん育っていく、うん、さあ3ピンこれ使えるんですよね。使えますね。でそして連敗かけれますね。選べます。1枚差あります。ローピンは1枚切れている。カンパーピンできた、はい、いやこのカンパーピンはいいんですかね、はい、これも非常にいいカンパーピン。2枚ありますか、うん、さあ2枚あります、はい、追い詰められた高田、しかし押し返していく。急速猫を噛む、うん、3ピン待ちとパーピン待ちのめくり合い。さあ親番のマキちゃんはどう出るか。このチーソーの押しも見ている、うんうんうん、リーチの一発目にチーソーを押してる人も見ている。筋のヤンピンとした、うんうん、捨て牌のヤンピン。さあパーピン対3ピン、うん、どっちが勝ってもおかしくない。パーピン2枚対3ピン3枚、白ポッチはありません。さあ3ピン1個なくなったぞ。しかもねこれヤン面になるんでね、はいはいはい、一発がもう終わったんで何かしらに手かけていくか。これはどうするんでしょう、うん、ターツオーバー。しかしね、今回でも、宝珠と積もられで、だいぶね、展望の意味が変わってくる、そういう場面。難しいな。切りづらいけど、リャンゾー、リャンゾーいった。さすがですね。しかもこれ、パーソーを通ったので、パーソー、パーソーといける。はい、あとは、3ピンとパーピンがどこにいるのか。高田ペン3ピン、光るカンパーピン。おー、3ピンも一個回収。回収したんですが、これ余らないかどうか心配ですね。うん、さあ、もうこれで、3ピン待ちが残り1枚まで減ってしまったですね。対してパーピンはまだまだいる。3枚いますね。このチュンは切れてますね。3ピンが一時期は4枚全部山にいた。しかし順目が経過するにつれてまくっている。さあウーピンの方が現物。これしたら
おお、そうですね。ちょっと現物から、はい、ちょっと1000点か2000点かの差なんで、ルービーの方を切りやすい感じ、ね、これがね、マンガンとハネマンで変わるとかだったらね、ちょっと、ね、4000点か8000点になるとかだったら、揺らいじゃいますけどね。さあ、白なんで見えてないの大将。うん、白は誰が持ってるのよと。そうですね。でも切る。うん、はい。やめてと。うん、さあ、どうする、マキちゃんは。戦闘して苦しい状況。手がありますね、うん、2枚は。3ピンとパーピン。はい。数ピンの方、E ピンが通っている。通ってる。はい。丁寧にスライドしていきます。ただしかしね、パーピンはスライドできませんからね。これなると3ピン出なくなる。出ない形になるし、しかも2ピン。今ね、ちょっと E ピンの照らしが入ったんで、ちょっと嫌な感じですが。まあ。テンパったら大勝負といくでしょう。うん、さあ、これも2ピンが通っている。いる。振り点じゃない、ローソーと数ピンのシャンポン。はい、これで完全にマキさん2ピン切れますね。しかも2ピンが通ったですからね。ねえ。ローソーと数ピン、それも1枚だけいるか、しかし積もった。来ました。光が積もりました、リーズもドラドラ。マンガンの上がり3,000-5,000。1本まで4,000-6,000。はい、これ大きいですね。オーラスをトップ目で迎えることができました。はい、いやしかし、非常に競っているということは変わりありません。高田正宏にもハネマンの積も条件が残っている。誰がトップを取ってもおかしくない。オーラスの親番光る。おお、ヤクハイがトイゾテン入ってる。スピードは。スピード感があります。スピード。そして高田正宏、ハネマンが苦しい。これ4マか。4マか、4マかみたいな。ね、2番もドラなんです、ね。しかしね、5がね、全部ドラなわけですから、はい、吸収していくだけです。はい、おマキちゃんも。これで4つ目の統一ができた。お、E1 から。ドラの E1 から行きましたね。うん、はい。マキちゃんは、ツモ上がりだと、マンガンのツモ上がりで、足りない。か、足りなかったです。ごめんなさい。足りなかったです。ギリギリ。いや。そうなると、やはりハネマンが必要。そうですね。今、現状、ドラが4枚。なんとか5枚にしたい。しかし、これ、打点源のね、ハナハイがあと3枚。そして、5もいっぱいあります。はい。まだまだある。さあ、吸収していく。チーピン持ってきたのかな、はい、チーピンです。ちょっと一色手の方を睨んでますね。はい。打点を作りたい高田正宏。現状ではちょっとこれ上がっても2着にもなれるか怪しい。はい、ね。ドラを吸収したい。ですね。うお、イワンが。はい。はい。と、オモドラがなくなった。なくなりました。もう5と花を使うしかない。ああ、もう一色手に行きましたね。ねえ、こういう時にね、はい、点数欲しい時に、イワンとかが、鼻灰だとね、鼻灰じゃないドラだと。進めるだけじゃダメと。ねえ、辛いよね。厳しいですね、非常に。はい、さあ、何を持ってくる、お、あ、チートイズの E3 点。そうなると難しい。E ピンが2枚切れ。E ピンの方を切った。しかしこれ、リーチチートイでも届かない。裏ドラが必要。裏ドラが必要。はい、そして、マキちゃんは待望のドラゴンになった。おぉ。これでヒカルさんもウーピン持ってきたんで。あ、でさあ、どうするんですか、これ。これはでも。通常リーチ。あ、シャアがない。もう積もって裏裏。シャアがない。シャアがない。シャア。なんと、ヒカルさん順からだ。初手から。これは。え、でも白ポッチ色白ポッチはある。白ポッチはある。いや、ドラマチックですね、だいぶ。白ポッチの一枚だけ。あ、そこ回収された。カジノブ。大丈夫か、カジノブ。本当に。心配しちゃうよね、本当、うん。はい、白ポッチなくなっちゃった。なくなっちゃったよ、これ。そしてこの白をポンできる。このポンをするのであれば、シャアは出ていかない。いかないですね。これはもう。現物のリャンズを切って。うん、うわぁ。さあ、そしてここをマキちゃんがね。気合が入る。そしてマキちゃんも難しい。どうしていくか。はい。これね、打っちゃうと。ねえ、ラストになっちゃう。まあ、その場合、もしかしたら、続行してもらえるというようなこともあるかもしれませんが。でも普通に三蔵打ってきましたね。はい。三蔵はね、と、あの筋が素敵に。筋ね。はい。うん。トンがションパイ。ちょっと待って。これ、ここで手止まってるってことはちょっと怪しいよ。ああ、シャアが降りシャアに手かかる可能性ある。降りたら終わります。まあしかしね、ヒカルさんの位置としてはね、非常にこう、押しづらい、うん。お腹に力を入れないと、危険な牌は切れない、ね。そういう状況になっている。まあ、漫画まではね、ギリギリ出るんですが、うん、裏が乗った時がってことですね。そうなんですよね。現状漫画なくても裏ドラで条件をクリアするというケース、うん、十分に考えられる。でもなんかこうね、怖くなっちゃって、サンド、シャアとかペッてね。はい、ちなみにこれシャアを打っても、打ってもこれ4000点なんです、今。はいはいはい、はい。はい。
リーチ。しかも跳ね間になることないんで、ヒカルさんはトップなんです。裏ドラが乗るかどうか、乗ったら2着、乗らなかったら。乗らなかったらおみくじこすって乗らないよ。よっしゃーって言ってました。よっしゃ、むしろ良かったよ、はい、これ打ち込みで、ね、これ袖も回収ならない。立ち上がる、なんという4000点、立ち上がる高田雅宏。おもドラも裏ドラも花も5もあなたには何も来ませんでした。かわいそう。はい。いやでも面白かったですね。残念ながら、うん、3着から3着になる厳しい上がり、はい、そしてこのゲームトップを取ったのはヒカルさん。ヒカルさんでしたね。はい、白をポンするところまではね強気でいったんですが、うん、最後は飛車を差し込みが成功するような形 で、 そうです、ね、はい、ゲーム終了となりました。差し込んだ方がいい時っていうのもね、はい、ありますもんね。トップなんですが、ね、プラス10枚のトップ、はい、で2着がマキちゃんマイナス2枚、うん、ラスがカジノブ高田雅宏マイナス8枚という結果に終わりました、うん、はい、半チャンを振り返ってみて、まずピンクちゃんからお伺いしたいと思います。いかがでしたか。いやもうどのチームもみんながね、うん、上がり合うからめちゃくちゃ面白かったですよね、うん、めちゃめちゃ面白かった、はい、ね、高田雅宏だけね裏ドラドラスに、ね、はい、ね、それもね、そうそうそう、うん、裏裏とか一発裏さん加わってるんですが ね、 ね、はい、トルさんいかがでしたか。もうなんか見れば見るほどどんどん緊張してきて、はい、今日なんかその練習をしていた時にこういう時どうしてますか、こういう時どうしてますかっていっぱい質問したつもりだけど、私はみんなよりもっと迷っちゃうなと思って聞いて、でもね上手でしたよ、やっぱり自信を持って選択していただきたいというふうに、はい、はい、思いますけれどもね、はい、この後の試合が楽しみですけれども、はい、はい、まずは勝利者インタビューということでリレーズのヒカルさんにお伺いに行きたいと思います。おめでろん。2025ザン企業リーグ参加企業大募集、年間150万円で麻雀のチームを持ちませんか。企業の PR 効果は抜群、詳しくは概要欄から。というわけで対局が終了しました。19回戦トップは池袋リレーズヒカルさん、個人2連勝となります。ありがとうございます。今回もね、裏ドラ2枚しっかり乗せて、あんな気持ちのいいってなかなかね、普段お目にかかれることも少ないんですが、これで裏4達成、ホッチ裏さん、そして裏裏と、ね、衆議をごぼう抜きにして、個人2連勝ですけどもね、個人の中ではもう多分ダントツに、ね、2戦の中では稼がれてるんじゃないでしょうか。はい、最後のオーラスもね、フルトップになった形になったんですけどもね、はい、なんかオモドラも E マン全部兼ねてて、そうですね、花も抜いてないっていうような感じでしたけれども。はい、ね、高田さんとマキちゃん強い中で、いやそうですよ、本当ドキドキしました。よくね、はい、随所でね名場面もいっぱい見せていただいたと思います、うん、ではここで、リレーズから、ファンの方に、はい、一言いただけたらと思います。池袋リレーズちょっと前回も多分前々回も決勝の方行けなかったと思うので、うん、今回は頑張っていけるようにトップ取り続けたいと思います。